皆さんこんにちは。こちらはラックスマン CL35M2 です。発売は1972年、当時の値段は9万8000円でした。素晴らしい外観の製品です。これは間違いなく音楽を聴くための最高のアイテムの一つです。今回はこのアンプの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。環球式のコントロールアンプです。 MC カートリッジは外付けの昇圧トランスで対応していました。消費電力は実測 28W です。環球式でもさほど気にならない数字です。前回はこのアンプを修理する様子をご覧いただきました。今回はこのアンプの測定結果と実際の音をご紹介します。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。低域と高域が若干ドロップしていますが、下調域でほぼフラットです。このアンプには音色がありません。ラックストーンはシャンパンゴールドのパネルデザインから来るイメージだったようです。ノイズと歪みを見ていきます。線が下にあるほど高性能です。 1% のラインは聴覚限界です。環球式なので歪みが多めですが、問題になる数字ではありません。左右の違いはハムノイズの違いです。これは左右の回路基板が上下に分かれている関係でしょう。こちらはハムノイズの実際の様子です。環球式はハムの出やすい方式です。スピーカーではほぼ聞こえないレベルですが、イヤホンでは聞こえます。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。斜めの線は理想直線です。110dB 以上あります。多少オフセットしていますが、ほぼ直線です。十分な性能と言えます。こちらは出力インピーダンスです。平らな部分は十分小さいですが、低域にかけて急上昇しています。これはカップリングコンデンサの容量が少ないためです。環球式は耐圧の関係で十分な容量を確保しづらい欠点があります。相手機器の入力インピーダンスが低いと低域がドロップするので注意が必要です。こちらはヘッドホン端子の出力インピーダンスです。1オームを切っています。低域で多少上昇しますが、素晴らしい性能です。ただ残念なことにヘッドホンではハムノイズが聞こえます。アンプの価値を決めるボリュームの性能を見ていきます。一般グレードの部品ですが、極端な変動がありません。 60% までほぼ水平なので、バランスコントロールで対処できます。フォノイコライザーの性能を見ていきます。こちらはイコライザーの周波数特性です。多少誤差がありますが、このくらいなら問題ありません。低域がドロップしています。サブソニックフィルターが入っているようです。ノイズはどうでしょう。グレーの線は無音溝のレベルです。イコライザーの雑音がこの線の下なら問題ないですが、ギリギリです。 MC は外付けのトランスで対応しますが、この結果からすると厳しいかもしれません。こちらはホノイコライザーの価値を決めるノイズ性能のランキングです。矢印が今回のアンプです。
過去最低の性能です。環球式に性能を求めるのは難しいのかもしれません。フォノイコライザーの静電負荷容量を測ります。この数字でフォノ入力の音色が決まります。こちらは測定結果です。この数字だと広域にかけて盛り上がるスキージャンプ台のような特性になります。フラットが好みの方は静電容量の大きいケーブルを使ってください。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。 YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番は今回のアンプの音です。今回は環球式アンプの音を当てていただきます。真空管には真空管の音があるのか、ラックストーンは存在するのか、それではお聞きください。いかがでしたでしょう。何番が今回のアンプの音だったか、分かった方は答えをお聞かせください。この問題は耳では聞き分けできません。全部同じに聞こえるはずです。音の違いは周波数特性と歪みの違いに過ぎません。聞き分けできないのは YouTube だから、再生環境が悪いからではなくて、耳の限界を超えているからです。再生環境はスマホとイヤホンで十分です。年式相応の性能を持ったアンプです。現代のアンプとは比較になりませんが、これでも問題なく音楽を楽しむことが可能です。トーンコントロールの機能が充実しています。カスタマイズの自由度はこのくらいが使いやすいでしょう。これを使って自分好みの音にできます。素晴らしい外観のアンプです。フロントパネルの大きさ、つまみのデザイン、コントロールのレイアウト、文字の書体などが趣味のアイテムとしての価値を高めています。このような外観のアンプは現代にないし、もう二度と作られることはないでしょう。これは間違いなく音楽を聴くための最高のアイテムの一つです。ご視聴ありがとうございました。